バスケットボールの B3 リーグで現在3位、プレーオフ進出を決めている鹿児島レブナイズが今週末のホームで迎える最終節を前に、今日最後の公開練習を行いました。現在 B3 リーグ3位の鹿児島レブナイズ、今週末のレギュラーシーズン最終節を前に、今日最後の公開練習を行い、フォーメーションの確認など攻守の連携を深めていました。今日はディフェンスに重点を置いたというフェルナンド・カレロヒルヘッドコーチ、プレーを止めて直接指示をする場面が多く見られました。I think they were stronger at that point, but now they are even more strong. They have a really good team and they're playing very good in the last months. That's why they are making the playoffs now. And for sure they need to try to get a win here to guarantee that they are going to be in playoffs. So for sure they're going to play 100% and they need to win. So it's going to be hard games.みんな集中してやれてるのでいいのかなというふうに思います。プレーオフ直前に控えているので、それにしっかり弾みつけられるように皆さんの前で2連勝して、でまあ足りきりはありますけども、しっかり2位取れるように頑張っていきたいなというふうに思います。レブナイズは明日以降細かい戦術の確認などを行い、今週末鹿児島市の西原商会アリーナで行われる最終節に臨みます。さあ確認なんですけれども、そのレブナイズ現在18チーム中3位ですね、はい、で上位この8チームで行われますプレーオフ進出を決めています。すでに3位以上は確定していまして、最終節2連勝し現在2位の香川が1敗でもするとレギュラーシーズンをこの2位で終えることができるんです、はい、で2位で終えるというのがどんな意味があるのか、こちら見てください。これプレーオフのトーナメント表なんですけれども、決勝に進んだ2チームが B2 リーグに昇格できるんですが、その大事な初戦2位でシーズンを終えますと7位と対戦、はい、3位で終えると6位と対戦ということになりますので、より低い順位の相手と初戦で対戦することができるということになります。またプレーオフではシーズンの順位が高いチームのホームで試合が行われるということになりますので、このプレーオフを有利に進めていくためにも、こちらレブナイズは、D2 昇格をかけた準決勝ホームで行うことができるということですので、プレーオフを有利に進めるためにもレブナイズは最終節で何としても2連勝で終えたいということになります。レブナイズはですね、最終節今月6日と7日、鹿児島市の西原商会アリーナで最終節を迎えます。